はい、いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。俺ね、定期的に気づくことがあるんですけど、うちの10マイルバイクライフってね、バイク系の YouTube なんですよ。バイク系の YouTube ってことはやっぱりね、元ブログが必要だなと。しかもね、思い返してみたら元ブログね、ほとんど最近やってないなと思いまして、今回はね、ちょっとね、元ブログをやろうかなと思っております。俺ね、バイクの免許取って42で取ったんで、もうすぐ46なんで、まあ4年なるんですけど、バイクに乗ってね、人生が変わったこと3選っていうのをね、皆様にお伝えしようと思います。じゃあね、俺の人生をね、どう変えたか、どう彩ってるかバイクはっていうとこなんですけど、その前にね、まあ俺のね、簡単なね、バイク経歴を話さないといけないですよね。俺ね、まあ、42歳でバイクの免許を取ったんですよ。うちのね、YouTube をね、ご覧の方はね、ご存知だと思うんですけど、それまでね、一切バイクに興味なかったです。今もうすげえ興味あるかというと、すげえ興味はない。車の方が興味があるっていうのは、包み隠さずね、この YouTube でね、お伝えしてるんですけど、まああることがきっかけで、ね、バイクの免許を取りに行きましたと。普通自動二輪ね。で、実際ね、免許を取った時に、やっぱりね、苦労した分ね、やっぱ嬉しいなと。たくさんバイクに乗りたいなと思ってね、一番初めのバイク FTR223 でしたけど、すげえね、楽しみましたと。で、その後にこの R25 ね、今2台目を乗ってるわけなんですけども、バイクに乗ってるシーンはまあこういう風にね、ほぼね、街乗りです。だこういうところをね、まあのんびりのんびり走って、まあたまにね、つくばの街を走りながらね、自分の商品のね、宣伝動画を撮ってみたりね。まあ俺ね、このバイクに乗り始めた、まあ乗り始める手前から YouTube をやってまして、まあこの YouTube も俺の人生を変えた、まあ変えてはないけど、まあ彩ってる一つではありますね。まあバイクがね、俺の人生を変えたこと3選をね、話すね、前提としてね、これね、押さえとかないといけないポイントがあります。それはね、俺が免許を取った年齢です。42歳で普通自動二輪の免許を取りましたと。おっさんがまあ頑張ってね、若者と混じってバイクの免許を取ったんですけど、これ、ね、42歳で取ったっていうのがすごいポイントなんですよ。それなぜかというと、まあ俺のね、家族の頃とかね、仕事の頃とかが関わってるなと思います。それじゃあね、今回のテーマ、バイクに乗ってね、人生が変わったこと3選についてね、お話ししていこうと思うんですけど、まずね、1つ目、バイク仲間、そしてね、バイクのつながりがすごいね、増えたということです。それは俺がまあバイクのアパレルをやってるっていうこともあるんですよ。それでね、いろんな方と知り合う機会がめちゃめちゃ増えたと。でもね、まあそれはね、ビジネスのことなんで、まあ俺のプライベートの人生でね、さっきも言って42でね、免許を取ったっていうことね、おじさんになればなるほどやっぱ友達ってね、まあ、作りづらいし、友達になる人に出会わないっていうんですかね、やっぱり友達ってなると、まあもちろん学生の時もそうなんですけど、俺なんかはやっぱり地元がね、愛媛県の西条市っていうところでね、高校の時の同級生のね、ケンちゃんなんかね、朝ね、 LINE でね、クソしょうもない内容を LINE したりね、たまにするんですけど、やっぱそれが友達で、やっぱ大人になって知り合ったら、まあ友達ではないなというとこなんですけど、でもこれが、バイクにね、乗り始めて、まあ、俺こういう風に YouTube を配信してるんで、 YouTube でね、存在を、認識していただいてね、でそこでね、知り合ったりするじゃないですか。で今なんかうちなんかはね、ツーリング行ったら LINE グループ組んだりして、まあ LINE に繋がってたりね、でやっぱりそういうね、バイク仲間っていうのかな、やっぱ友達ってやっぱ趣味の話とかね、できないといけないし、やっぱりね、バイクっていうね、格があって、そこにみんなね、集う仲間なんですよね。そこで集まった仲間たちっていうのは、やっぱりね、まあ、バイクのね、話を中心に話題が広がったり、輪が広がったりするんですけど、もう俺それだけでいい。これはね、多分ね、バイクに乗ってなかったら俺は一生ね、この方たちに出会えなかったっていうふうに思います。まあ42年目からね、素晴らしいね、バイクを介したね、仲間、バイクフレンズがね、増えたというのは、俺の中ではすごくね、人生をね、彩るものだとね、思ってます。はい、
バイクがね、人生を変えた3選、そういうタイトルだったかな。2つ目ね、家族とのねバランスがねすごく良くなったと。でこれもね、俺のね年齢がねすごく重要です。42歳ね。で俺は家族がいますと、奥さんがいて子供がね2人いますと、女の子と男の子ね、あと犬もいてね。うちの家族ってめちゃめちゃ多分ね仲いい家族なんですよ。やっぱりそのね家族とのねバランス、まあ俺結構趣味が多いんですよ。趣味が多くてお休みの日にね家族がいて、みんな家族ね好きなことするわけですよ。でうちの奥さんもね結構アクティブなんで、いろんなとこね出かけたりするんですよ。友達とね都心の方にね遊びに行ったり全然するし、結構ね家族がバラバラに動くことが今多いんですけど、その中でねやっぱね親父がね、まあ、何の趣味もなく何にもすることがなくて家の中にいたら、奥さんも外に出に出なんか外に出にくいじゃないですか。ずっと旦那が家にいてほっといたら何もできないし、なんかねご飯でも作ってあげないといけない、そういう風になるのが俺結構嫌で、やっぱね、まあ、バイクに乗るようになって、まあ俺時間があればねこうやってねバイク走らせて、俺もねすぐどっかに出かけると。で今まさにこの撮影してる時ね、うちの奥さんは家のねでかいテレビで確かねフルかなんか見てますよ、ドラマかなんか。そういう風にやっぱりねゆっくりする時間もね奥さんにね与えることができると。まあ親父がねフラフラバイクに乗ってどっかに出かけてね家を開けると、そうするとやっぱり子供たちもね気が楽だし、でたまにね親父がいてね子供にね親父がガツンと言う時やっぱあるんですよ。そういう時にね、おやっぱ親父すげえっていう風に思われるんですよ。尊敬というかね恐れを抱きますよね。あやっぱ親父って見てるんだなと。そうすると、ね、親父の株がねグンと上がるわけですよ。うちの奥さんも普段何にもしなくてフラフラバイクに乗ってるくせに閉める時は閉めてくれるなあなたと。で夫のね株もねグンと増えるんですよ。これすごくないですか。そうするためには家にいちゃダメなんですよ。どっかに行かないといけないと。その時にバイクが必要なわけですよ。ちなみにねうちはね車1台しかないんで、俺が休日にね車乗るとね奥さんがね遊びに行けないんですよ車で。だから俺はやっぱりバイクが必要なわけですよ。でこれはね俺の人生において、家族とのバランスを取る上、そして家族内での俺のヒエラルキーを上げるためには超必要な乗り物です。バイクがね人生を変えた3選なったかなのねラスト3つ目ね、まあ、人生に必要なものって皆さん何だと思います？それはねお金です。お金。俺ね事業をやってますと、ブリッツワークスっていうねジーンズメーカーやってまして、そしてねブルーモンスタークロージングっていうねアパレルジーンズブランドをね運営しておりますと。ブルーモンスタークロージングね BMC っていうのはね今ねバイク用のねジーパンを作っておりますと。まあジーパンだけじゃないんですけどね、いろんなもの作ってるんですけど、俺がバイクに乗らなかったら BMC としてバイク用のねジーンズとかねアパレルっていうのがね展開してなかったってことなんですよ。でそりゃそうっすよね、バイクに乗ってないのにねバイクのアパレル作るね意味も分かんないし、俺がねお金を稼ぐ手段っていうのはね俺はお勤めをしてないので自分でねお金をね稼ぎ出さないといけないわけなんですよ。 BMC のねバイクのねアイテムが売れれば俺にお金が入ってくると、こういうことです。まあ BMC だけじゃないですけどねうちの収入源っていうのは。でもうちのね会社ブルーモンスタークロージングのね、売上高においてバイクに乗ったことによって BMC の、バイクアイテムが、売れてお金を会社に入れてくると。そのお金によって俺は自分のね報酬を得て家族を養ってるということ。ちなみにね、BMC っていうのはね EC でもね買えますので、概要欄にね、うちの BMC のストアーズっていうね EC のね URL あるんで、そこでね、皆さん買ってくださいと。この動画を見た人だけのためのクーポンを用意しておきますんで、まあちょっとの割引なんですけどね、ぜひぜひ買ってね、あの時のね収入の源を皆さんからのお金でね成り立ってますので、そんな辺よろしくお願いします。 BMC はね、今後もねどんどんねライダー向けのアイテムをね、増やしていきますと。しっかりねバイク用アイテムに根を下ろして根を張って、こっから BMC
しいのね、根を出してそれをね太い幹にしていくと。そしてね、まあ、この YouTube ご覧の方とかね、そういう形にねたくさんねアイテムを提案してね、そっからね買ってもらって収入を得てね、人生をね豊かにしたいなと思っておりますと。お願いします。ね、そのね収入において売上比率においてバイクはね俺のビジネスのね幅奥行きを今ね現在進行形でねどんどん変えてる、今現在もどんどん変わってると。そこがポイントっすよね。このね仕事で使う、そしてそれによって得るお金、これはね俺のね人生においてねすげえ重要です。バイクに乗ってね人生が変わったこと3選ね、お話しましたよね。何言ったっけ1つはバイク仲間、バイクフレンズね、2つ目はね、まあ、家族とのバランス、そしてね3つ目はね、まあ、ビジネス収入ですよね。ぶっちゃけでお話しましたと。それによって人生が変わったかどうか、本当に変わったかどうかわからない、これはねマジでわからない。バイクじゃなくてバイクに乗ってなくてもこういう風になってたかもわかんない。でも一番最後に話したビジネスね、その収入面においては確実にバイクに乗ってうちの売上構成比率も変わって、そっから俺はお金をもらってるわけなんで生きていくために、その点においてやっぱりバイクの影響力はすごいなと思います。やっぱね人生っていうのはねタイミングとかね出会いすげえ大事なんですよ。そのね出会ったバイクっていうのをしっかりね掴んで、そして楽しむ、楽しむことによって人生日々がね彩られると。その彩られてるね、彩られてるその中で何を変えていくか。俺は少なくとも、まあ、自主的に変えたものっていうのは家族とのバランスであり、うちのインカムを変えましたと。何かをやり始めました、新しいこと。それで、ね、人生変わることないんですよ。それを使って自分で人生をどう変えていくか、これが超重要。すげえ真面目な話でね申し訳ないんですけど、俺42で通ったらこれがねすごいね重要だと。ある程度人生経験、社会経験もしていろんなことが分かると、自分の家族のこともあると。それをね一通りね経験した後にね、やっぱね新しいエッセンス、自分の人生、今までの人生にはなかった新しいエッセンスを入れてあげると。俺はそれがバイクだったんですけど、それによってね人生ね劇的にね変えることができます。変わるんじゃなくて変えることができる。この変えるっていうのは自分でやらないといけない。40代になるとねやっぱりねある程度ねもう全てがねなんかダーナーになって、全てがね予想できるんですよ。予想予測ね頭の中で考えて終わっちゃうんですよ。そうじゃない、一回やってみる、そのやったもので人生を変える行動をしてください。めちゃめちゃ暑くなってんな。寒いんですけどね今。おじさんがやっぱり元気出さないと、俺たち現役世代が。そのためにはやっぱね新しい何かを取り入れてくださいと。俺はバイク乗ってほしいなとマジで思います。皆さんね、まあ、ぜひね40代だからねバイクね少しでも興味があったら、バイクの免許取ってみてください。そしてね今ねバイクに乗ってない方もいらっしゃると思います、免許持ってるけどね。そういう方はぜひねリターンしてください。みんなでね楽しいバイクライフをね過ごしましょうよ。そんなこんなでね、今回の配信がねためになったと、ローリーということで刺激になったという方はね、ぜひね高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでね皆さんね楽しいバイクライフを、そしてね自分のね人生を変えるのがねあなた自身なんで、マジでねおじさんね頑張ってください。それじゃあ皆さんね来週も見てね。ローリー青野でした。 R25 でした。YSB 横浜戸塚です。そろそろねちょっとね違う色にしたいなっていうね、まあ、気分的なもの